ロックフェラー、ロスチャイルド、フリーメイソン、イルミナティ、黒い貴族、日本人いるなと思いましたね。本当のトップの一人として。今回も馬面ビデオの馬面さんに都市伝説陰謀論をお聞きしたいと思います。そしてスミさんには、指揮者の目線からご意見いただければと思います。よろしくお願いします。いや、今回何でしょう。今回ですね、世界を操ってるのは誰だか教えてほしいというふうにですね言われましたので。すごい難しい質問じゃないですか。難しい質問ですよこれ絶対僕でも知らない世界ありますからねこれまだ。ただ僕がまあ聞いたり調べたりした中で思っているのは、いわゆる都市伝説界ではロックフェラー、ロスチャイルドとか、フリーメイソン、イルミナティっていう、こういうものが世界を支配してるんだというふうに思っている方多いと思うんですけど、これやっぱしね、調べたりとか聞いたりすると、いや全然もっと裏あるなと思いましたね。ロックフェラー、ロスチャイルドですら逆らえないというか、そういう、古くからの貴族、王家、もしくは、そういう血筋を継いだ人たちが入っている組織、こういうものは確実に存在しているなと僕は思いました。その中でやっぱりいろいろこう見ていくと、やっぱ金融の利権を持ってる存在、これが世界を支配してるんですよ。でロックフェラー、ロスチャイルドすらもお金を借りてる人たちがいると。そこにやっぱりこの本当の黒幕的な存在があるのかなというふうに思いましたね。それはもう一人名指しできるものなんですか。いや、名指しはできないと思います。多分そういう、存在王家というか貴族、でこれが要世間的には黒い貴族というふうに知られたりするんですけれども、当時はねローマ帝国とかそういうすごい強い帝国がありましたから、ハプスブルク王家とか、そういうかなり強い二大巨頭の王朝があったので、陰に隠れてたんだけれども、宗教改革、カトリックとプロテスタントっていうのを両方で争ったところがあると思うんですけど、そのプロテスタントを動かしてた裏の存在っていうんですか、彼らが最終的にのし上がってきて、オランダ東インド会社とかですね、世界初の株式会社と言われている、こういう人たちがアヘンをばらまいて、お茶とか骨董品とかとどんどんこう取り替えて、貿易してその土地をこう腐らせて支配していったっていう人たちがいるんですけど、彼らがギリギリ見える本当の裏の人たちって感じですかね。ギリギリ見える裏の人たち、もう見えない人がまだまだいる。まだまだいますね。秘密結社の方の、その日本のトップの方とか、結構な階級の高い方と何回かお会いさせていただいたり、お話しさせていただいたことあるんですけど、我々が知らない名前がいっぱいありました。それは出てくるんですよね。出てきますね。あんまりその雑誌とか本とかあんま載ってない。そう、載ってないんですよ。そういう存在がいるの。お会いして何を話すんですか。すごい和気あいあいとした世間話。世間話で、そのついでで、なんかどういう世界があるんですかとかで聞くと、いや本当ね、国を動かすレベルのやっぱ組織というか、そういうものがねあるんですよ。だこれは本当、そういう人たちって人を消すのはやっぱ多分簡単なんだろうなと思いながら聞いてたんで、本当に僕の命が危ないので言いたくないんですけど、やっぱそういう組織あるんだなと思いましたね。一応ね、だからプロテスタントを操ってた、カトリックと敵対してた組織が、後々やっぱりカトリックもの利権も掌握してるので、そこからカトリックはもしかしたらちょっとおかしな方向に傾いていったんじゃないかなと考えてるので、今の世の中を支配してるのはやっぱキリスト教勢力なんだろうなと僕は思ってますね。キリスト教を隠れ蓑にしたって言った方がいいかもしれないですね。スミさんも、それはあると思いますね。特にやっぱりそのアヘン戦争っていうのは、やっぱり一種 の、 その資本主義が完全に崩れた瞬間だとも言われていて、それまではちゃんと議会で選ばれたそのディレクションに沿って戦争するかしないかとか決められてたんですけど、一部の富裕層がその時にその議員たちを買い占めて、でアヘンはやっぱりそのひどすぎると人道的ではないっていう意見があったにもかかわらず行われた。つまり民主主義が崩れた瞬間で、そのお金さえ持っていれば何でもできてしまう、それが始まった。なるほど。でそれ脈々と今も続いている。そういうアヘンで儲けてる人たちが、そのアヘンで得た資金を使って
ジョンズ・ホプキンス大学を作ったりとか。ジョンズ・ホプキンス大学、うん、で今のアメリカの、だそこそ最近よく名前聞いたと思うんですけど、まあね、製薬会社の走りですよね。はい、はい、とかあのアメリカに秘密結社、まあ、スカラ&ボーンズを作ったりとか、うんうん、そういうところから CIA ができたりとか、日本でいうとその辺マネーで電通の前身ができたりとかっていう、世界のやっぱそういう名だたる組織の資金源はアヘンマネーだった、うん、やっぱりひどいことだったんだと思いますね、うん、そうなんですよ、うん、まあ、あれからやっぱりその白人、あ、ヨーロッパ人が、うん、まあ、アジアだったりアフリカを奴隷化するっていうのが習慣化してしまったわけです ね、 そのアヘン以外でも例えば砂糖を作るために、うん、あの奴隷を使うとか、うん、まあ、そういったことをいっぱい繰り広げて、で今はなんとなくそれがなくなってきてはいるんですけど、根っこにはその精神、そこに戻りたいっていう人たちがいるはずで、グレートリセットはもしかしたらそこを目指してるんじゃない、もう一度そのあの時代のアヘン戦争の時代のヨーロッパを立て直そうとしてんじゃないかっていう話もある。そうですね、うん、よく聞きますよね、そういう話。ヤタガラスとかよく言われたりするじゃないですか、はい、秘密結社、はい、うん、でもヤタガラスの中でも絶対に表に出てこない組織というか、え、あるんですか。やっぱそこはね、あの、それを知るにはもう内部に入るしかないらしいです。そういう組織に属するしかわからないっていう話らしいです。自ら潜入してというか、うん、ただもう二度とやっぱそこに足を踏み入れてしまうときっと抜けられることはないんだろうなと思いますよね。フリーメイソンみたいになんか試験とかあったりするんですか、ヤタガラスも。どうなんでしょうね、そこになってくるとおそらくもう血筋とかも多分関係し、そう、いや絶対血筋だと思うんですよ、まあ、そうですよね、そもそもそう、だから多分外部の人間は絶対知ることがないところだと思うんですよね、その方がポロって喋らない限りは。うん、世界を操っているものは、だからなんとなく全体的には、うん、その一部ヨーロッパの貴族だったりとか、うん、まあ、昔から権力を持っている誰か、うんうん、そうですそうですってことですよね、ことになってるんですけど、はい、まあ、僕はこれまだ全然調べてる段階ですけど、全然日本人いるなと思いましたね。あ、本当のトップの一人として。本当ですか、うん、はい、日本人いるんだろうなと思ってます。知ってる人、いや知らないと思いますよ。そう、だってさ、日本人でいるって言ったらね、お上かなって思っちゃうじゃないですか。いや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 。いやでもね、そうなんですよ、本当にそれぐらいあの深すぎるというか、うん、あの迂闊に立ち入ってはいけない、うん、だから多分ロックフェラー、ロッシャイド止まりでしといた方が、あ、全然安全なんだなと思います、本当に、うん、うん、深掘りしすぎるのもちょっと怖い、怖いと思います、本当に、はい、本当に怖いと思います、うん、この世界は。多分それあの深掘りしてるうちに変になんか企業の闇とかあの、うん、そういうの資料とか見かけちゃったりして、それを公表しちゃったりすると多分本当に消されるっていう流れになると思います、はい、まあ、陰謀論として語ってるぐらいだったらまだいいですけど、それがね、本当ちょうどいいところなんですよ結局、ね、調べてるとさ、だって法令流しなよって話になってきちゃうんで、うん、逆に、そうです、あと人気者だと、いや、そうです、うん、そうこれ言ってよみたいな、うん、でそれで迂闊なこと言っちゃって消されたりとか、ね、利用されちゃうじゃないですか、うんうん、ということで、はい、OK、終わりましょうが出てます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すみません、最後に。はい、世界の闇だけではなく、死後の世界の闇も気になりませんか？気になりますよ、これはもう、はい。まだまだ全然知らない死後の世界なんですけれども、はい、今回本当に、こっくりさんで、幽霊に直接取材して聞いてますので、でしかも、一人ではなく、うん、4、5人に聞いてるんですよ。でその中で、うん、あの本当に合ってるなっていうか、うん、同じこと言っているなっていう内容をまとめたものなので、うん、かなり信憑性が高いのではないかなと思ってます。すごいですね、まさかの、うん、取材本なんですね。そうです、幽霊の、はい、これ前代未聞な作品ですね、はい、見たことない、めちゃくちゃ面白いと思います、うん、ただかなり意外な死後の世界が載っています、うん、いやそこだけは心して、はい、楽しみですね、はいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。チャンネル登録と高評価ぜひお願いいたします。はい、お願いします。フェイトナインターナショナルの YouTube ではあなたのオカルト情報を募集しています。取材に行ってほしい心霊スポット、また心霊写真、 UFO、 宇宙人に関する情報など下の概要欄のメールアドレスまで送ってください。よろしくお願いします。